おはよう諸君、おいちゃんの桶狭戦争に終止符を。さあ、今日はね、ちょっと収録ということで、おじくらをね、こそっと一人で始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと本当昨日ですね、やる予定だったんですけど、体調不良でですね、ちょっと風邪をひきまして、はい、まだ少し体調はよろしくないんですけども、まあ、みんながね、ちょっとおじくらの世界で、どういったものを作ってるのかなというのをですね、ちょっとおいちゃんがですね、こそっとこう見て回って、若干のいたずらもしていこうかなと思ってますんでね、はい、よろしくお願いいたします。言うてもね、レルムズの世界でやってますんで、こうしてる間にもですね、誰かが入ってきたりとかですね。はい、まあ一応今のところ株主さんとですね、株主さんがご招待されたご視聴者さんとしか入れませんけども、はい、限定ではあるんですが、公開をしております。で今見ていただいているのがですね、社屋、まだ建築中ですよね。建築中の社屋です。はい、こちらの方にはですね、ガラス張りのですね、全面ガラス張りのテラスになっておりまして、ここでこうみんなでこうなんだこう、和気あいあいとね、雑談しながらこう過ごせるような感じになってまして。で一応仕切った部屋もあるんですよ、この中2階にはね。この中2階、2階ですけど、この、会議室ですよね。ここにこう入るとこう、プライベートなこうミーティングもできるみたいな感じでね、用意しておりますけども。会議室1とですね、会議室2がありますね、こうやってね。こんな感じで。会議室がこうあるという感じですよね。はい、何やあれ、あんなあったか前。ちょっと後で行ってみようか。よくわかんないですよ。なんかできてますよね。さ、中に馬がおるな、おい。なんで馬がおんねん。まあ、入り口開けっぱなしなんでね、今のところこの1階のね、ロビーのところまだ何もないんですけども、うまいもんよ、ロバか。入りますよね、こんにちは。あれ、乗れてもうた？乗れてもうたね。あ、乗れてもうたね、馬にね、これね。これ乗れた感じ？はい。一瞬のロバに乗ってしまいました、すいません。一応、魔除けのね、松明もこう焚いてあるんですけど、あんま効かないですよね。はい、さあ、どういこうか。ちょっと装備固めましょうか。これじゃちょっと怖いんでね、今、吸う状態なんで、いつも通り金ピカにちょっとしていきたいと思います。はい、何が気張るか分からへんからね。だいぶ減ったんだ。ちょっと、多少かながらでもね、まだ皆さん忖度もします。はい、忖度をね、足りてません、はい。足りてませんので、忖度をお願いします。うん。ちょっとなんか、装備、ちょっと見に行きましょう。とりあえず自分の家行きましょうか。はい。まず自分の家行きましょう。はい。さてと、わ、これ何これ。家畜だらけやな。すごいことになってますね、これ。さすが、本職の松村さんがいるとですね、家畜が偉くなってますね。はい、なんかあれはね、みんなこう、まあ、自分の家に戻ってきたんですけど、何ですかこれ。このひどいね、この松明。誰こんな松明だらけにしたこれ。完全にもう八墓村ですよね。はい、もうちょっとみんな忖度足らないですよね、ほんまね。はい、もうちょっといろいろもらわんと困りますよね、これね。ただいま、ニャクタンただいま、ニャクタンただいま。ね、はい、はい。こっちもね、名前つけてませんけど、ただいま。はい、あ、ちょっとそこ避けてくれるか。ニャクタンもね、はい、そこ避けて。まあ、一応こういう風にね、いろいろとも揃えてはいてるんですけども、金のね、ちょっとズボンとかがちょっと若干弱かったんで、変えときますか。金のか、作ろうか、そうか。金の。この辺作ろうか。この辺がね、足りてないんですよね。
胴体とでズボン、あれズボン作れへんのこれ、金のズボン作れへんの、ちょっと待ってな、こうか、もう作っ、これ胴体をもう予備も解かなきゃいけませんよね、これ金の、ね、でズボンとブーツですよ、これ足りてないんで、ちょっと金をですね、ちょっとよけてな、ちょっとよけてな、はい、これがいるんですよね、はい、ちょ芝居でもだけどね、はい、ズボン作ります、ズボン、金のズボン足りてない、あと1個足りてない、あー金のインゴと足りんやんか、鉄なかったかな、ちょっと秘書部屋見に行こうか、コーヒー秘書部屋ですよね、なんかこんなええのあんで、ええの持ってやんねこれ、鉄がねないんですよ、鉄は、まあ鉄も掘りに行くか、人の朝って、おいなんかいっぱいあるんだけど、これむっちゃあるやん鉄、ちょっとだけ持っとこうか、ちょっとだけちょうだいね、ごめん、これねちょっとこう内緒で、内緒で、内緒でね、ちょっとだけ鉄持ってきてください、こうやるかな、分からへんよな、はい、これで鉄でちょっとツルハシだけ作らして、鉄のないりますよね、鉄のツルハシはね、これをちょっと5、2個ぐらい作っとこうか、3個作れんの、スコップも作っとこうか、鉄のスコップも作っときましょうか、でここからね、実はこう上行けるんですよね、で上行ってこうやって、これもひどいなこれ延長しとるやんけ、ようわからんこの何ですか、サボテンですか、サボテンタワーが立ってますけども、はい、こんなんいらないですよね、ほんまね、はい、これ多分筆頭株主がやったと思います、はい、でここからね、実はポンポンポンと隣行けるんですよ、これね、ポンポンポンとこうやって、はい、これ何これ、こっちこっちの家だっけな、ちょっと待って、よいしょ、こうやって、ね、あ、これなんかあるやん、お、なんか持ってはるでこれ、トライデントもあるし、これは、あ、なんか上にちょろちょろなんかしてある感じだね、はい、こんな感じで繋がってるんですよ、これつよぽさんの家ですよね、はい、原木をこう散りばめた斬新なつよぽさんの家というか小屋でございます、小屋でございます、はい、でこっち行くののりちゃんの、家なんですよね、これいかにも工房ですよね彼ね、はい、焼き場があって作業台があってでベッドがあっていう感じでね、で地下からこっからのりちゃん多分あれかな、採掘行かはんのかな、そやな、こっからのりちゃんの採掘場になる感じですかね、まあ採掘場だから地下はつながったんやけど、みんなな、まあ、クリパオリやん、こっからのりちゃんが多いかはんねんな、でこれのりちゃんストック何もあれへんな、うーわパンとかめっちゃ持ってやるやん、これここ何も入ってないな、綺麗にないわ、無駄がないのりちゃん、無駄がない、うん、結構性格出てるよね、ああ見えてあの子キッチンしてるからね、こういうとこね、うん、ああ見えてるああいうこう厨房やけども、あのしっかりしますよね、こういうとこね、まあ、うちのファミリーで一番若いですよ、のりちゃんの、ね、2階があります、はい、はい、ここもねストックですよね、ひたすらストックですよ、のりちゃんのとこはほんまにね、これバイスで物騒なも入ったんねこれね、のりちゃんのチェストばっかり何も入ってんけどね、ようこれだけこう物資を貯めてるねいう感じですね、でも確かにあのマインクラフトと呼ばれるだけあってやっぱクラフトしないとねあんま意味がないんで、そういう意味ではあのクラフトしたものを収納できるとこをね余裕持って作ってるっていうのはまあある意味こう理にかなってますけどね、これのりちゃんの家ですよ、だからね、はい、非常にこうシンプルかつ合理的な感じですよね、はい、でこれがのりちゃんがお茶に作ってくれた、ほら見てよこれ、おいちゃんお誕生日おめでとうってこんなんでよく使ってくださいってことで、もうあの4月8日にほらおいちゃん誕生日にね作ってくれたおいちゃんの第二の別荘では、でかいやろ別荘がでかいやろ、でこれがね本来のおいちゃんの家なんですよね、今の別荘というか本来の家ですよね、はい、のりちゃんが作ってくれたんで、ちょっと待って、すごい綺麗やん、ここから見て、これ
太陽がほらこれすごいないですかね。ええー、感じでできてますね。でここにはまだ何もない感じですね、はい、これここちょっと入ったんだ、うん、で上にも行けますよもちろんね、はい、ここ周回です、ね、この前あの雷でここ壊れたんですけどのりちゃん直してくれましたね。集会場です。こうみんなでワイワイできるペントハウスになってます、はい、非常にこう綺麗な感じで、はい、ちょっとあこは後で説明するわ、物騒なとこやからな、はい、でね実はねこののりちゃんのねこれうまいことなったんだ花もね、作ってくれた家はねこうやってほら周りがねこうやってこう行けるんですよ。こういうね見晴らしがねよくこうできてますね、はい、あの仮って書いてあるのあの松村さんのもね松村の仮タワーってやつね。よくわかりませんけど。あの仮タワーを超える建物が社屋はこれできますんでね。ビルガーって。ガー言ってビルね。できますんで。はい、いや、すごいですね、はい。こうしてみると松村さんの、あれも圧巻やな、はい。ちょっと食べときましょうか。はいはい、でなかなか。あそこになんかできてるな。あれ誰の家やろ。あんななかったぞ。採掘場になったんでな、はい、これ誰の家これ誰の家かなこれな。よまあ大丈夫入ってないなあでもねクラあったんじゃん。クラあるやん。ここパクって怒られるかなさあこれ誰の家ですかねこれね。これはなんかなんという感じでしょうか。確かシンプルではありますけども。趣味悪いね。趣味悪いやね。これね。なんもないね、これね。誰の絵かちょっとわかりませんけど、ちょっと入りましょう、はい。ベッドだけというね。はい、趣味悪いね、はい。ちょっとわかりません。すみません。誰の家かわかりませんけども。なんかよくわからへんのを作ったんな。これ。これ何浮いてますやんか。まず浮いてますよね。これ何危ないじゃんこれ。これ絶対危ないやつやな。あかんやつやなこれ入ったら。これ絶対なんか仕掛けしてますよね。あごめん何事もた。あゾンビおるわ。ハスクか。あんなとこにもサボテンあった。あちょっと待って。あれ何や。あれ何。チャレ見に行こうか。あれなんじゃ。またなんか変わったん作っとんぞ。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。どうも。あれなんですか皆さんあれは。レッドストーン引いたの。ちょっと待て。トロッコちゃうんか。うーわ、向こう、うーわ、何あれ？え？ジェットコースター？じゃ、これどっから入んの？こうか。さあ、村入りました。これ何ですか？これ。ついにトロッコですか？レッドストーン引いてるってことは、そういうことですよね、これ。ちょっとトロッコ、向こう、もうどこまで行ってるか分からへんの、あれ。誰や、こんなん作った。誰ですか、これ作った。トロッコないか。さあ、どうなってんねやろな、これ。こうして。よいしょ、これでいいかな。よいしょ。あ、ちょっと待って。やり方難しいな。最後ちょ待ってこれちょっとあれやな。ちょっと建築ミスちゃいますこれ。これもう乗れませんよこれ。よいしょ。お乗れた。あちょ乗れへんし。ちょほんまどう乗んのこれ。こうしてでここでこうやな、はい、さあ行きましょうか。行きましょうか。い
イエーイ、よーすごいな。おお、どこまで行くんかなこれ。さよなら、またね。ちょっと旅に行ってくるわ。ようできてますよねこれ。うわー、よう作ったなこれ、ほんま。あ、あ、これなんかある。これ楽ちんやね、うん、地下鉄でもよかったけど、地下鉄なんか難しいね、カロさん言うとったな。あ、あ、これピラミッドもあるわ。あ、ここで一旦曲がんねんな。これよう作ったな、誰やろなこれこれまさかこんなモノレールみたいになってると思わなかったわ。これ絶対歩いて来られへんわ、こんなとこ。うおー、ここまで来たらちょっとほら見て、ちょっと風景ちゃいますよね。ちょっと緑が豊富で、うん、永遠に行ってますよね。あ、あ、これもなんかある。あ、人工物やん。なんかみんなこれ作ってんのかな。はい、この海の世界ですよ。あ、見て、海の中にほら光ってんねん。シーランタンかな、あれ。海中、海中にありますよね絶対。ほら海中に見て、建物がある。多分海で生きてはる人がおんねんや。はい、あ、ほらぼーっと光ってるやんか、綺麗な。でもこれだけ、あ、もうなんか太陽出てきたわ。火焼けてきた。あ、見てこれ綺麗ね。このトロッコに乗りながらこう朝日を浴びる絵になってるね。絵になってるよね。月が沈んで朝日を浴びながらね、おじちゃんが言ってるわけですよこれ。金ピカのおじちゃんがこれこれこれ、ちょっと足出てるけどねこれねお、陸が見えてきたぞ。結構長いあれやったな、海やったな、うん、あんな海でも太平洋ぐらいありますよね今ね、体感的にもね。そんなないかそんなないわな。まだまだ続きますか。あ、あ、こう見てほら下ってきた、下ってきましたよ。いよいよ終点です。いよいよ終点でございます。はい、あ、待って、ネザーもあるやんか。地獄へのゲートもありますよ。ネザーとか地獄へのゲートですよね、はい。あ、すごい、すごい村に到着しました。うわー、到着。いやー、長かったねこれ。見てこれ、どうすんのこれこれ帰りどうすんのやろこれ。同じ道帰らなあかんねやろか。誰かいんのかな。こんにちは、こんにちは、誰もいませんか。いつの間にこんな世界作ってやるの、みんな。あ、待て、レッドストーンもあるわ。こっち回路ある、回路。何もならへんけど、回路つないでどうなの。なんかあんねやろか。なんかあんねんなこれ、回路作ったの。いやー、村人もいたはるし、すごいな。なんか回路とかいっぱいできてるやん、守護神。いやー、まさかおじくらにこんなとこがあるなんて。ですか。なんか世界が違うぞここだけ。ポチッとな。何？ごめん、なんか押してもうた。ごめん、ほんまごめん、直しとくわ。ごめん、なんか
これ何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 ですか、これって何、ネザーウォートってなんか取れてもうた、ごめん、ちょっと持って帰ろう、ごめんごめんな、ごめん勝手に取ってもうたわ、ごめんな。ここ閉めといたらええの、ここ閉めといたらええんかな、ごめん直しとくわ、これだけ持って帰っていい、その代わりこれ置いとくわな、はいはい、まあまあ分からへんやろ、はい、すごいな、だって作物をさ家の中で栽培しやねんて、いやちょっとほんなん待って、これさ勝手に掘ったりとかして怒られるかな、やっぱりちょっとだけ表で出てみようか、この辺ちょっとおいちゃんの家作っとこうかな、ちょっとおいちゃんの別荘作っとこうか、ここにな、作っとくわ、作ろう、作るわ、作る、おいちゃん別荘